レイカさん、これかわいい。それでいいんじゃないですか。すいません、これとかすみ草と、あとはお任せします。かしこまりました。お願いします。どうしたんですか。神野さん。神野、どうしてこんなところに。美代さんを待っていた。一度ゆっくり話がしたいと思ってね。話って。翔太たちがいない時を狙ってきたわね。なぜ。彼らは、特に日高君だが、花から俺を信用していない。私たちも同じよ。あなたは謎が多すぎる。信用できないわ。麗華さん、話を聞くくらいなら。美代さんは何も言わなくていいんです。そんな。君は美代さんの護衛役らしいが、彼女の意思は尊重しないのか。あなたの知ったことじゃないわ。お待たせしました。4000円になります。よかったら連絡してくれ。行きましょう、美代さん。いくらなんでもさっきの態度はひどすぎます。神野さんはデストコマンドの攻撃から私を守ってくれました。そんな人は頭から拒絶するの。あの一件だって怪しいもんです。美代さんをそうやって信用させるためにわざと仕組んだのかも。そんな、そこまで疑ってかかる必要があるの。疑うに越したことないです。何かあってからじゃ遅いんだから。でも。まあまあ、どっちの言い分も間違っちゃないけどさ。あんたは黙る。はい。レイカさん、ちょっと神経質になりすぎてない。なってるわよ。だってミオさん、ジンノがジャスティライザーじゃないかとか言い出すし。あいつがジャスティライザー。私だってやみくもに信じてるわけじゃありません。ジンノさんには何か感じるものがあるんです。何かって、ジャスティライザーに近いもの。もしそうなら、なぜあいつは正体を隠すんだ。敵に騙されて利用されてるのかも。美代さん、どうしてそんなに意地を張るんですか。肘なんか張ってません。麗華さんこそ、いつまでも私を子供扱いしないで。麗華さん。子供扱いなんて一度もしたことないわ。なのにあんなこと。麗華さんに甘えたくないんじゃないかな。そんなこと言ってられる状況じゃないわ。そうだけど。信也さん、美代さんの様子は。ついきついことを言って後悔してるようだ。そう。麗華さん、神野から何かメモを受け取ったそうだね。捨てたわ。私ちょっと一人で考えてみる。夕方までには帰るから美代さんお願い。いいけど気をつけてね。もしかすると。こないだから俺は美代ちゃんと麗華がなんかギクシャクしてるような気がしてたんだ。また適当なこと言って。この親父は昨日までいつもの二人だったっての。源太郎さんのおっしゃる通りです。え、そうなの。最近の麗華さん、必要以上に疑り深いし攻撃的になってる気がして。前からそうだった気もするけど。もし仮に神野さんが敵だったとしても、話をすれば分かり合えるかもしれないのに。戦いだけが全てじゃないって。いや、その意見も分かるんだけどさ。そういうことじゃねえんだよな。え、何が。そんなことは麗華にとっちゃどうでもいいことなんだ。あの子はただ美代ちゃんを守るために必死なだけなんじゃないかな。人を疑うこともできない純粋な今の美代ちゃんのままでいてほしいからこそ必死になってるんだと思うぜ俺は。
そうか、そうだよな。ミュウちゃんもそこんとこだけは分かってやんなくちゃな。ミオさんを連れてくるという話だったら。嘘よ、決まってんじゃない。君に用はないんだが。こっちには山ほどあるのよ。まずなんでジャスティライザーやハデスについてあなたが知っているのか聞かせてちょうだい。なぜ君に。もったいつけないで。信用しろというなら素性をはっきり示すのが礼儀でしょう。いずれわかるさ。ゆかさん、え、あのちょっとコンビニに行きたいんですけど。あ、じゃあ私行ってくる。何がいるの？ゆか、お前何やってんだ。おいおい、なんで二人して俺を叫んの。誰もいねえじゃねえの。おい、そうだわ。なんだよ。今日はケンイチがいねえから店番頼むつっただろうが。ゆかとミオさんは俺を無視してどっか行っちまったよ。俺なんか悪いことしたっけか。おい、お前もかい。おい、ゆか、何かあったのか。返事しろ。あいつら、まさか。彼女は帰ったよ。どうしてこんなことするんですか。何のことだ。あのメールは玲香さんが打ったものじゃない。私にはわかる。玲香さんはどこですか。こっちの質問に答えてくれたら俺も答えよう。質問。ジャスティライザーおよびジャスティパワーの全てについて。答える必要はないわ。ゆかさん、ごめん。ミオさん、つけてきたの。レイカさんは。レイカさん、わなと知っててきたんですか。ミオさん、だってレイカさんが。ヒラが俺をはめたのか。確かめただけさ。こうまでして私たちのこと探ってどうしようっていうの。答えなさい。
報告するのさ、ゼネラル・バッカスに。やっぱり敵だと認めるのね。ちょうどスパイの真似事に飽きていたところだ。よくも、レイカさん。やっぱり俺たちを騙してたのか。待っていたぞ。俺の仲間に手を出してただで済むと思うな。来い。本当の力を見せろ、ジャスティライザー。てめえこそだ。ジンの正体を見せろ。いいだろう。ブラッドホーム。カイザー・ハデス親衛隊デモンナイト。デモンナイト、俺が相手になってやる。手を出さないでくれ。いい度胸だ、ライザー・グレイ。行くぞ。こいつ。来い。遊びはこれまでだ。この程度なのか、ジャスティライザー。待って。ん？あなたは私と話をしに来ました。話し合う気持ちがあるんでしょ。邪魔をするな。そうはいかないわ、ミオさん、逃げて。やめとけ、死ぬことになるぞ。
だけは絶対に許さない。翔太、クロスファイヤーキン、やるじゃないか。消すのはいかにも惜しい。負け惜しみか、デモンナイト。勝負はお預けだ。また会おう。逃げるのか、デモンナイト。戻ってこい、こら。どこだ、この野郎。どうってことね。セオリーを無視した攻撃で相手をかく乱し、隙を見せた一瞬で勝負をかける、見事な戦法だ。それ買いかぶりすぎじゃない？どうせ行き当たりばったりよ。そうなのか。ミオさん。はい。もっとご自分の立場を自覚していただかないと。レイカさんももう危ないことしないでください。私にはレイカさんが必要なんです。ミオさん。タケ、俺に黙って一体何やってたんだよ。全員反省しろよな。今回は返す言葉がないわね。デモンナイト、他のデストコマンドとは違うな。デモンナイトは俺がぶっ倒す。いつでもかかってこいってんだ。ついに正体を現した強敵デモンナイトを、かろうじて退けたジャスティライザー、計り知れない戦闘力を持つデモンナイトを翔太たちは倒すことができるのだろうか。